はい、皆さん、えー、こんにちは。はい、えー、アジアのケイちゃん、バンコクにね、マニアが帰ってきましたということで、えー、帰ってきたね、初日というかね、まあ、昨日の晩帰ってきましたので、まあ、本日は2日目なんですけども、帰ってきた途端にですね、もう次から次とね、新しい話がバンバン出てきておりますというような中でね、えー、ちょっと本日も大変、本日もね、ちょっとね、動画の本数結構多くなると思いますけども、えー、皆さんにおきましてはですね、ぜひね、ご覧になっていただければなというふうに思います。 はい。えー、でですね、今回の話、もうサムネイルご覧になっていただいたので、えー、お分かりになっていると思いますけれども、えー、あのですね、木原官房副長官の話に関してですね、本日、文春法また出ました、えー、というようなことで、まあ、先週はね、えー、まあ週刊誌界隈も夏休みというようなことで、まあ、日本全体がね、お盆休みというようなことで、えー、この週刊誌もお休みだったんですけども、いやーね、やっぱりね、えー、貯めておいたですね、文春さんというようなことで、 いやね私もね、あの普段こ,のこんなこと言わないんで言わない、言いませんし、決してね、この「えー、週刊文春」もしくは「文言春秋」のセールスマンではありません。で、お金,お金等も一切もうもらっておりません。ただね、本当にね、思うんですけど、この「文春の、ね」この力の入れよう、なおかつですね、 本当に刑事告訴してるか知りませんけど、あの、立憲民主のね、ヒアリングがあったときに、あの文書ではありますけれども、木原官房副長官もですね、えー、この週刊文春、文言春秋に対して、刑事告訴しましたっていうようなことをね、回答してますよね。で、そういったような刑事告訴をされているようなであろうですね、この文言春秋もしくは週刊文春に関してですね、いやー、本当にね、腹くくってやっておりますよ、というようなことがありますのでね、私は今回もね、いつものごとくちょっと黒板を使って、 ちょっとね、先にあの、まあ、有料記事なんでお話ししちゃうんで、文春さん許してねみたいな感じなんですけれども、ぜひです、ね、紙ベースではまたね、明日かな、出ます。でもしくはですね、私もこれ、あの毎月課金しているような週刊文春の電子版がね、1日早く出るのでそれをベースにお伝えさせてもらっているんですけれども、まあ、もしね、皆さんもご興味あるようであれば、ぜひ、ね、このね、電子版をね、実際にご登録されてもよろしいんじゃないかなという気がいたします。 ちょっとね、1ヶ月2000円ぐらいなんで、ちょっと高いんで、文春さんもうちょっと安くしてくれればなっていうこともありますけどね。でもね、それだけの価値ありますよね。というようなことなので、紙ベースでもぜひね、皆さんにおいてはご購入してほしいし、このね、文春のね、電子版においてもね、ご興味のある方はご登録されてもというふうに思います。ということで、いつものごとくね、ちょっと黒板に簡単に骨子の部分だけは,はまとめました。こんな感じですね。 <laughs> ちょっとご,ごめんなさい。えー、やっぱりエキサイトしそうなんで、えー、かなりね、喉をちょっと気遣いながらの、えー、今回の動画配信になります。はい、えー、でですね、今回もね、今回もなんですけども、実はですね、今回の分身法に関しても、なんか最近ね、分身法に関してはあまりにもね、ボリュームがあるので、えー、前編後編に分けてるんですけど、今回もね、前編です。 なので、後編に関してもね、すぐにこの前編を配信してからまとめて皆さんにね、えー、お伝えしますので、そのね、前後編合わせて、えー、ぜひ皆さんにおきましてはご覧くださいということです。はい。でですね、今ご覧になっていただいているのは、その今回私の動画の前編なんですが、えー、キャラ問題に関して、実は嘘つきは5人いるみたいなね。えー、そんなような表題で今回の分身は記事として出しております。で、どういったようなことかっていうことをね、具体的に話していきますけど、 話はまず戻ってですね、2018年の10月再捜査が行われた時の10月の上旬に、まあ、撮影地のね、メンバー4、5人いたらしいんですけども、その中の証拠班のね、1人が、えー、裁判所に持ち込んだような、えー、関係先の捜査用の、えー、捜索差し押さえ許可状といったような、そういったようなね、 えー、書面があるらしいんですけど、まあ、これはちょっと捜査の話なんで、私はねちょっと全く素人なんでね、えー、そのまま皆さんにはお伝えしますけど、そういったような申請の必要な書類があって、その中にですね一件書類というのがあって、その一件書類というのが、この供述調書だとかね、ね実況見分け調書、そして数十枚の写真等でなっているような、なんと厚さ15センチにも及ぶようなね、えーまあ、一束の書類らしいです。 でその中で最も重要なものが、えー、法医学者の鑑定書と意見書これが非常に重要なものなんですってで今回この分身法に関してはこの法医学者 によってですね、解明されたというかね、説明されたこの、えー、なんていうんですか、意見書だとか鑑定書、これが非常に重要なんですよ。こういったようなことが書いてあるんですよ。故に今回に関しては、佐藤さんですね、佐藤誠元警部補のね、この記者会見を行われていたようにですね、どう考えても自丸はおかしいといったような結論になるわけです。はい、で、どんどん話を進めていきますけれども、ごめんなさい。えー、その今言ったですね、佐藤誠さん元警部補、 も,ですね、もしくはですね今回はこの当時の経緯を知る、えー、捜査幹部、やっぱりね、この方は今現在、まだ現職だと思いますけども、そういったような今現在、現職の方もおかしいと思ってるわけですよ。そういったようなことで、ま,あ、まず佐藤さんとしてはね、えー、こんなことを断言したと、えー、例えば法医学者に検証をね確かに依頼しましたとで、その中で事件の可能性が高いの結論を得たので鑑定書を書いてもらったとっいう話、これは佐藤さんが言われていること。 加えてさっき言ったように、ですね、この経緯を知る捜査幹部の人も加えて、ですね、法医学書に分析,分析依頼したのは事実ですと、その結果から、傷の状況から、ね、その例のナイフですよ、ナイフに関してね、1回刺したものを本人が引き抜くなんていうことはね、筋肉の性質的にそんなことは難しいと、ゆえにですね、まあ、自丸、まあ、いつものごとくちょっと自丸といった表現にしますけれども、自丸と考えるのは明らかにも無理といったような回答を、 この法医学者ういったような決定的な、ね、そういったような文明もあるということです。で、この鑑定書を含むです、ね、一件書類を、えー、裁判官もです、ね、半日がかりで精査をしたんですって結果として事件性があるといったような相当な理由が認められたと認められたと。だといったようなことで、えー、捜索、えー、差し押さえ許可状が、えーはね、発布されたといったようなこということらしいんですよ。 なので、この法医学者の方もですね、裁判所も、まあ、たまるですね、えーまあ、この丸に関してはすいません、えー、想像してくださいという感じで、まあ、たまるの可能性がありと判断していたといったような新たなですね、まあ、証拠書類というか、そういったような書類が出てきたっていうようなことです。で、ちょっと一番下に、1ページ目の一番下にですね、にもかかわらず、点々点々というふうに書きましたけれども、これにはちょっと理由があります。で、その理由が2枚目以降ということで、2枚目ご覧ください。 で、えー、この安田種夫さんのご遺族の方、特にですね、お父様と、えー、そのお姉さんのお二人に関しては、 えー、もうすでにですねこの大塚署の方に、えー、実際にですね上申書を届けに行って、ですね再捜査に関する上申書を届けに行って、1回目の、えー、その後のの、ね、回答を得たということで、えー、行ったら、ですねこれは事件性がない、もう終わってますよみたいなことで言われたという話ですけれども、なんとその後にですね8月9日、ちょうどねお盆の休みに入る直前ぐらいんですけれども、えー、2回目、これはなんか呼び出されたらしいんですけども、えー、2, 回目に2回目のね、えー、このね、 えー、捜査第一係長の今回はね WK 部といったようなね人に呼ばれて、えー、訪問したらしいんですね。で、えー、そこでですねなんとこの WK 部がねとんでもないようなことをね言っていた要はね模範解答を披露したらしいんですね。でその内容がどういったようなことかというと例のやっぱりナイフですよ。このやっぱり事件に関しては非常にナイフがね、えー、大きなね、えー 何て言うんですか、まあ、鍵を握ってるというかね、なぜこの自丸をしたと言われているこの安田種男さんがね、そのナイフをね、引き抜いた後、ちゃんとね、きれいにその隣にある机に置いてあっただとかね、えなぜ両面テープが巻,巻かれていたとかね、いろんなその疑問が出てきてる中で、やっぱり今回もナイフなんですけども、あの、この W、 えー、警部がですね、なんとこんなことを言ったらしいんですね。ナイフは本人が引き抜いたと考えて矛盾しないみたいなことを言ってるらしいんですよ。でナイフを抜くときね、硬い筋肉で血が拭われたんです <laughs> みたいなことを言ってて、さっきのね、えー、その法医学者とは全く別の見解というか、全く真逆のことを、えー、このね模範回答とともにですね、このご遺族の方々に説明したらしいんですよね。まあ、何な,なのこれみたいな感じですけどね。 まあこれ以上私言いませんけどもね、まあ、この方、係長らしいですけど、えー、この方がですね用意したえこの A4 用紙2枚にそのプリントされた写真がね実際あったらしいんですね。でその写真のね1枚、まあ、1枚目、2枚目あるんですけど1枚目は遺体のこのね搬送前で2枚目は搬送後だったらしいんですけども この搬送の後のですね写真ねのこの和室にはですね直径1センチ程度の血液の跡が2つ落ちていたということで搬送後の写真には写っていたという話なんですね。で、この W さんのせ、まあ、釈明というかね、このご遺族に対する解釈と説明、釈明ではですね、遺体を部屋から出して階段を降りる際にスイッチバックしないと出せない。要はですね えどうもそのね、階段を降りるときにですね、要は頭とね、おそらくは頭とね、足をこうやってね、交互にね、逆にしないとっていうことだと思いますけどね、そういったようなことで出せないので、故にその際に血液が落ちただろうということで間違いないみたいなことを、このご遺族の方に言っているらしいんですよ。で、ただでしですね、さっきも言ったように、この搬送前の写真もあるんですけど、その写真には同じ場所が そのね、血液が落ちていたような同じ場所の写真が写されていないというようなことでこの W さんが言っていたね、ことに関しては全然ね裏付けの証拠がないっていうようなことです怪しいねっていう話ですよねはい、えー、で、そういったようなことであの 佐藤さんもね、これに関してはね、言っているんですけども、搬出の際にね、血液がつくなんて、そんなことは100%ありえねえよ、みたいなことも言われているわけです。で、これはね、佐藤さんご自身のご経験、まあ、何せね、敏腕の警部補だったね、佐藤さんなので、それに関してですね、まあ、実際には約ね、1500体のね、遺体を扱った、すごいよね、それだけの敏腕警部補だった佐藤さんということですけども、 常にですね、こういったような遺体搬送の時には、グレーのチャック付きの遺体収納袋、うん、確かになんかこういったようなた、例えばサスペンスドラマじゃありませんけど、そういったようなね、えー、それこそテレビドラマなんかだと、必ずこのね、えー、このね、チャックがついたようなこの収納袋出てきますよね、確かにそうですよね。という中で、えー、その現場からこの収納袋に詰めて詰めるゆえにです、ね、血が途中で滴るなんてことは絶対ないということを佐藤さんが言われているわけです。 で、えー、なおかつ、ですね、その現場の鑑識の人たちが実際に入ってきて、写真を撮って、指紋を撮って、ですね、まあ、いろんな作業があるわけですよ、そういったような作業が3、4時間かかる、ゆえにです、ね、当然、血は固まっているから、搬出で血が滴り落ちるなんてことは絶対ありえないということを佐藤さんが言われているわけです。 そうですよね。確かに今言ったようになんかよくねこういったようなまあ、ドラマじゃありませんけどねそういったような、えー、テレビドラマなんかだと必ずねこういったチャックが出てきたもうそれも全部がグレーだったから、まあ、黒のものもねあったような気がしますけどもまあそういったような必ずねこの、あの、あ なんて言うんですかそのチャックのですね、ジップをバーっと上げるようなね、そういったシーンもありますよね。まあそのものをズバリを佐藤さんは言われていた。確かに佐藤さん言われる通りだよね。袋に入れ,たら入れたらですね、血がそのね、床に滴るなんていうことはあり得ないですからね。そういったようなことですね。はい。で、次のページということで、えー、なおかつですね、まあこういったような非常に矛盾点がある中で、いやいやいや、出てきましたよということですね。えー、このね、 えなんだっけこう、この人、こうだっていうんですかね。えー、こうのだじゃなくて、確かこうだ、えー、捜査一課,課長ね。えー、この方なんか言ってましたよね。えー、実際に自丸で間違いないだとかね。そんなようなことを言ってた。で、このこうだ捜査一課長とですね、なんと7月26日の夜に、 えなんかね重松刑事部長という人とですねそれと刑事部のナンバー2である井ノ口参事官という人がですねなんか3人集まって密会してたらしいんですねそういったようなことまでね文春突き止めたらしいんですよで、えー、こういったようなね警察庁の幹部が3人ね顔を突き合わせてですね膝を突き合わせて話した内容が なんとなんと組織のトップの鶴の一声がきっかけだったっていうことがついに出てきたわけです。ここまで文春ね突き詰めたっていう話なんですね。で「はい鶴のひと言何ですか?」っていうと「出てきましたよ露木長官が火消しをしろ」と、えー、重松部長に命じたといったようなことを文春もついに記事に出してきましたよ。 はい。このつ木き長官という、警察庁長官というと、私も昨日の動画でね、お話ししましたけども、あの、日本タイムズの社長のですね、川上社長が、えー、ついにこのつ木き、えー、警察庁長官に対して、現職の警察庁長官に対して刑事告訴をしたというね、刑事告発をしたといったような事実も上がってきておりますよね。そのつゆ、えー、き長官が、なんとなんと文春も出してきて、引き消しをしろといったようなことを重松部長に命じたんですって。はい。でですね、 えー、このね、なんとそっからまたね、出てきたのが、はい、これこもついに文春がついに暴露しましたっていうことなんですけれども、はい、今現在の官房、えー、副長官であられるですね、はい、出てきました、ク栗生さんので話出てきましたよ、栗生俊一さんです、出てきたねっていう感じですよ、ついに出てきました、文春もついにですね、名前を出してきた、なぜかというと、これは文春の記者の方が、捜査関係者の方に、えー、取材をして、その捜査関係者が話したということです。要はですね えー、この栗生さんの後輩の鶴鶴つ,つ今現在の現職の鶴木、えー、長官に対して栗生さんがどうにかしてやれよというふうな葉っぱをかけたのが、えー、元警察庁長官で今現在の、えー、キャラ氏と共にですね官房副長官を務められている栗生、えー、官房副長官だったといったようなことを捜査関係者が言った「はい出てきたよー」 もう皆さん、決定的ですね。ここまで言うと、今までね、いろいろ SNS 上だとかえ、もしくはですね、まあ、YouTube の方々も言われておりましたけれども、この今現在の、えー、九龍官房副長官に関してですね、いろいろ言われてきた内容、ついに文集も出してきたという,ようなことで、なおかつ今回は捜査関係者から直接ね、取材をした結果として出てきた、いや、もうなんか決定的だねっていう感じですよね。 で、こういったようなことでね、今回この3人の中の1人団のね、この井ノ口参事官がね、まあなんかね、いろいろ聞いていて、耳を傾けていたんだけども、さすがにこんなこと言ったらしいですよ、と言ってのことを捜査関係者が言ったっていう話ですけども、この自丸とする根拠があまりにもないと、さすがにまずいだろ、みたいなことは井ノ口さん言ったらしいんですよ。でもその時にね、重松部長がその場をね、取り仕切っていて、えー、いたようなことで、 もうあまりにも遅ますすぎるこの三者会談の結果だったというようなことで結局はさっき言った鶴の一言火消ししろこれによったことだったっていう話なんですね故にさっき言ったですねこの W 警部だとか W 係長がね、えー、なんかね模範解答をこの遺族の方にしただとかねそういったことに全て点が線になってくるっていうような話ですといったようなことですねまあなんかすごい話になってきたっていう話ですでですね まあそういった中で、えー、このね、三者会談が7月26日の夜だったんですけども、7月28日の、えー、佐藤さん誠さんのね、えー、実際の記者会見が文春さんによって行われました。で、その直後にですね、この高田さんとこの第一課長が、事件性が認められない、ね、自丸と考えて矛盾はない、みたいなことを、えー、なんか劣化なんかでね、発言しましたよね、といったようなことも、これも既に報道されております。えー、というようなことになるわけです。 はい。そして次のページ。今回もね、この前半だけで、ね、前編だけで4ページになってますけどねえ。これだけじゃないんですよ。あの例のね、ドライブレコーダーの話もあるわけです。えー、でですね、ある捜査幹部がね、この周囲に吹聴調してた、言い回して、ね、言っていたっていうような話もね、今回このね、捜査幹部の方から、えー、実際に文集の方はね、えー、取材をしてるっていう話です。でね、 えー、これがねドラレコの、えー、存在は確認したけどもなんか音声が聞きづらいよ、ね、でその佐藤さんがですね、えー、実際に言われていた発言ですね、えー、要は、えー、このドライブレコーダーに録音されてるですねその X 子さん、えー 今現在のね、妻の X 子さんに対して、えー、キャラさんが、えー、大丈夫だ、安心しろ、俺が手を回したから、みたいな、そういったようなうんぬんという発言、この佐藤さんがね、もうこれ佐藤さんが言われておりましたけども、これに関しても、えー、この佐藤さんのね、思い込みなんじゃないのみたいなことを吹聴している、なんか捜査幹部がね、いるんですって、もうなんかこれもね、なんだっていう感じですけどね。 まあそういった不風潮もあるというようなことで、ところがこれをねえ、聞いた佐藤さん、当然憤慨するわけですよ、怒っちゃうわけですよ、当たり前だよねという感じですけども、えーまあ、タクシー会社からね、画像データを受け取ってパソコンで視聴した、ね、音はね、明らかに鮮明だったというようなことで、佐藤さんご自身言われているわけですよ。そんんななね、聞聞きき取取りりづづららい、聞き取りづらいなんてことは。 なかっったよててことを言われているわれるけです。それでドライブレコーダーは操作に当然不可欠なもので音が聞きづらいなんてことがあるはず,はずがねえだろみたいなことを佐藤さん言われてるんですまさしくその通りでしょうねということですよねまあそういったようなことで果たしてですねいろんなことがいろんな人が言ってるとさっきね三者会談なんていう話がありましたけども果たしてですねこの「文春」のタイトルでは5人が嘘をついてるみたいな話になってますけど果たして一体誰が嘘ついてるのみたいなことで はい、すいません。えー、ちょっと木原官房副長官、こういったようないろんな話が出てきて、何を思う木原官房副長官ということで、写真つけておきましたけどね。えー、すいません。えー、ここまでが一応前編です。でですね、後編に関しては、こういったようなね、実際の今回の文春法の内容を受けて、はい、えー、木原さんをかばっているですね、岸田政権、どうなんですか。岸田さんも実はこんなようなことも言っていたみたいなことで、 木原さんがね、なんかめちゃくちゃなことを言っていたみたいなことも、今回のこの分身法の中では暴露されてます。いよいよや,やばくなってきた岸田政権といった話を、ちょっと後編の中ではね、お話しさせていただきます。ということで、大変申し訳ないんですけど、私も喉の都合があるのでね、話し続けていると、20分どころか30分になっちゃうんで、申し訳ありません。いつもこの分身法ね、 キャラ問題の分身法は前編はここまでということで後編もねなるべく早く、えー、パチカチカッと、ね、編集して皆さんにお伝えしますので後編もぜひご覧になってくださいとりあえず前編、前編ありがとうございましたそれではバイバイ